皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年11月26日土曜日でございます。気温は15度といったところでございましょうか。なんか若干上がりましたね。ということは本日結構な雨降ってるはずなんですけれども、暖かい方なのでございましょうか。でも雨っていうのはちょっと皆様にとっては嫌な天候かもしれませんよね。僕は結構好きなんですよ、雨っていうものが。何せ雨だとなんかこう外に出なくても罪悪感がないじゃありませんか。すごいお天道様がさんさんで、もう青空がもうピッカピカになっている時に家の中ですと、なんだか外出ないといけない気がするなみたいに思っちゃうじゃないですか。ですから雨は結構好きな方なんです。皆様はどうですか？そんなことをちょっとお話ししながらも昨日のお夕飯に行きたいなと思います。では行きますよ。僕の昨日のお夕飯はアイスクリームでございます。ものすごく美味しく食べることができました。何せアイスクリームを食べるとなんかちょっと元気になるような気がしません？それは僕だけです？なんか脳も活性化されるような、糖分が入ることによってそのなんかこうやっぱり喉が刺激されて、喉じゃないよ、脳だよ。脳が刺激されてちょっと活性化するようなそんな気になるんですよね。何せ昨日はちょっとヘトヘトだったんです。もう僕はもう倒れそうなぐらい疲れちゃってまして、その疲労回復のためにアイスを食べることといたしました。はい、もう大変だったんですよ、いろんなことが。もうそれはいろんなことが大変だったっていうお話を僕がここですることがちょっと良くないことだとは思いますので言えませんが大変でした。それを察していただきたいと思います。察せる方がいらっしゃるとは思いますけれどもね。そうなんですよね。まあそこら辺はちょっとあやふやなことにいたしましょうか。ではそろそろお便りの方行きたいと思います。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、クマがありがとう言ってましたから、僕からもありがとうですから、ありがとうございます。またたくさんの一言を頂戴した次第でございます。サンピアさんの一言を言い切るまではこの放送頑張ろうかと思ってますからね。はい、ですからサンピアさんからいただくお言葉がずっと続く限りはこの放送、まあ僕が倒れない限りは頑張りたいと思いますよ。そんなこんなでして本日のその気になるお一言拝見しちゃいますね。じゃん、なんか見たことがあるなっていうような、聞いたことがあるようなっていうような、そんな気がいたします。はい、そうですね。とにかくこれはもう勇ましいですよ。もう簡単に皆様にご説明しますと、とにかくこれはもう架空の生き物、はい、架空の生き物の
すっごい強い感じのする生き物です。はい、そのすっごい強い架空の生き物とまた動物界ではかなりな強さを誇る動物、これらがもう一体となって僕に宿ったような感じでございましょうか。なんかちょっとそれと僕とがなんかイメージ合わないなみたいなところはありますよね。そんな勇ましいイメージと僕とが、ただ僕の今の説明では皆様わからないと思うんですよ。その架空の生物とすごい強い生物みたいな言い方では、じゃあもっとダイレクトに言ってしまいますね。もう英語で言うとドラゴン、はい、ドラゴンとそしてタイガーです。ドラゴンとタイガーを合体させて日本語にしてくださいませ。もうここまで言っちゃうともう答え言っちゃってますよね。僕はこの言い方はずるいですよね。ずるいですけれども、でも他にご説明のしようもないといえばしようもないんですよ。はい、そうなんです、そうなんです。難しくないですか。だってドラゴンとタイガーを言わずにこれらの言葉をご説明するってかなりの難易度だと思いますよ。ですから頑張っては見たんですけれども、最初は頑張ってみたんですけれども、やっぱり無理でした。僕には難しいです。そしてそのドラゴンとタイガーが合体するこの言葉、これになんか見覚えがあるんですよね。そうなんですよ、なんかどっかで見たことあるような、そして聞いたこともあるような、そして僕がつくんです。それに最後に僕がつくんです。僕がつくことによって、いやこれはじゃあ聞き覚えないなみたいな気持ちになるんですよ。ですからこれはまあ僕がとってもとってもそのなんていうんですか、強い魂を持った生物だよということをきっとサンピアさんはおっしゃりたいんじゃないですかね。そんな勇ましく見えます？どうなんですか？僕のこの姿と言いましたら、まあ姿じゃなくきっとそのやっぱり魂なんでしょうね。魂がもうそれほどの強さの魂を感じさせる雰囲気を持っているかと思いますよ。っていう感じにも見えませんけれどもね。じゃあきっとなんとなくくっつけてみたんですかね。そうだと思います。はい、ですが僕はこれによってものすごい必殺技とかを出せそうな、そんな気持ちにはなりました。ええ、ものすごい気を貯めてぶわーっとなんていうんですか、こうバーンと相手にぶつけるような、はい、そんなような必殺技ができるような気持ちにもなりましたよ。ですのでこの一言を分かる方は分かるんじゃないかなとは思いました。ではでは、そろそろ行きましょうかね。サンピアさんの一言正解できるかな。できる方がいらっしゃいましたら、結構それに非常に、もう行きます、はい、行かせていただきます。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。
龍子のリス。